頭ちょっと足りませんけどね、そこまで異常なことはいたしませんよ。居酒屋で服を脱ぐなんてね、酔っ払った大学生じゃないんですから、ましてお酒飲めませんからね、ユータはね。違います、あれはね、それにまあ伊集院さんも分かってて言ってるのかもしれませんけど、俺はこういう言い方をしようっていうふうに、その時の本当の状況っていうのが悲惨だったので、実際には田端のデニーズだったんですよ。